スペーシアカスタム Z を今日はご紹介させていただきたいと思いますけれども、新年明けましておめでとうございます。昨日はブログが書いていただいておりましたけど、本年のブログ初登場ということで、久しぶりに長野の方とお届けしたいと思いますけれども、まあ、最近あのスイフトの話ばかり、ずっと上げさせていただいておりましたけれども、ショールームの中にもう一台ですね、こちらのスペーシアカスタム Z を展示させていただいております。年末に発売された車両になりますけれども、こちらのご紹介を今日は、行わせていただきたいと思います。年末ですね、26日に発売されまして、その前にですね、ちょっとあの店内の方には1枚のペラのですね、ご案内という形で置いていたんですけど、はい、結構お客様にですね、目に留まって、はい、これ何なのっていう形でですね、そうですね、結構問い合わせというか、はい、お尋ねでですね、来られまして、まあ、そのお客様が言うには、もうこの前がすごくかっこいいね。そうですね、まあ、若い方がですね、やはり、はい、まあ、メインになるかと思うんですけども、はい、この大きなこのグリルいいねっていう形ですね。そうですね、そうだなと思いながらですね、はい、最近あのこういう形っていうのはですね、はい、結構出てるかと思うんですけれども、ね、はい、あのまあ、フロントのこの勢いに乗ってですね、こう中をこう見ていきたいと思います、はい、あのこのスペーシアカスタム Z っていうんですけれども、はい、ターボグレードとノンターボですね、はい、が2種類ございます、はいはい、まあ、ベースはもうスペーシアカスタムになるということで、はい、まあ、横を見ると本当にカスタムというイメージが強いですけれども、まあ、前から見るとですね、また全然違う車にも見えてくる形ですね、はい、一応当社の方で問わせていただいてますグレードといいますか、ノンターボのカスタム Z の、はい、ユーティリティパッケージというのを当社の方では展示させていただいております、はいはい、このユーティリティパッケージというのが、まずあの通常のスペーシアでもありますけれども、基本は、左側ですね、はい、が、後ろ電動スライドなんですけれども、ね、こちらの右側も、電動です、ね、はい、になっております。そうですね、はい、あと、まあ、中の方入っていただくんですけれども、ですね、こちらの、フロントのですね、ツイーターと、はい、スピーカーのところですね、はい、ツイーターとリアのスピーカーが、はい、あのついておりま す, です、ね、普通はもうフロントの2スピーカーだけになりますけれども、合わせて6スピーカーになるという形になりますね、はいはい、あとフロントガラスですね、はい、こちらが、UV&IR カットですね、IR カットになっております、はい、あとナノE、はいはい、ここに一応インパネのところにですね、はい、ナノEって書いてあるんですけど、になっております、はい、まあ、女性なんかには特に嬉しいところじゃないですかね、ナノEになりますね、はい、あと、あとプラスことのですね、残りがバックアイカメラ、バックアイカメラ、はい、になっております、はい、でまあ、今回当社の方にはですね、あの全方位モニターはついてないんですが、そうですね、まあ、他のですね、ナビを取り付けられても後ろのバックアイカメラを一緒につけられる、はい、ということでですね、これすごくお客様にはですね、はい、好評なものだと思っております。ね、通常まあつけようと思うとやっぱり全部足すとですね、ものすごい金額になりますけれども、ね、パッケージとして出てますので、はい、非常にお得かなと、はい、と思います。はい、ですね、まあ、室内もですね、せっかくこうやって見ておりますけども、はい、あの明かりですね、ちょっと黒なんでこう、そうですね、ちょっと今光の加減で見づらいですけど、ゴールドですね。ゴールドですね、はい。まあ、パネル周りはブラックを基調としてますけれども、はい、まあ、要所要所ナビやエアコンのルーバーのところとかですね、はい、こういうサイドのこちらもですね、部分に関してはゴールドメッキが使われているという形になっております、はい、高級感が、まあ、特にボディも黒なのでなおさらそれが、そ う, です、ね、うちの車はですねありますけど、はい、あとあの、まあ、ターボと、はい、こちらのカスタム Z、はい、違いと言いましたら外観で言うとやはりこのそうですね、アルミホイルがですね、デザインが違いますね、違いますね、はい、でサイズもタイヤサイズもですね、はい、14と15という形で、はい、ターボの方は15インチになっております、はい、あとはロントも一緒ですね、そうですね、こういった形で、ただまああのカスタムたちと若干あのデザインがもともと変わっておりますので、スペシャルカスタムとはもうフロント周りが一新されている形になっております、はい、そういったところでしょうかね、はい、ということで、まあ、本当に、室内空間の広さとか、まあ、スライドドアの使い勝手の良さとか、まあ、いろんな部分でも本当スペーシアというのは若い世代の方からご家族、そうですね、またまあご年配の方までですね、あの幅広くご利用いただいている車種にはなりますけれども、まあ、より
まあ、どちらかというとちょっと若者向けっぽくなったのかなという印象がありますけれども、はい、機能性は変わらずというか、まあ、むしろ増したというところですね。そして、フォルム的には非常にダイナミックなデザインに変わっておりますので、こちらのスペシアカスタム Z ですね、引き続き、まあ、スペシアカスタムと合わせてですね、ぜひぜひご覧いただいてご検討いただければなと、はい、思っております。もちろんスイフトもございますので、まあ、軽自動車であればこちらの Z と、小型車であればスイフトと、まあ、鈴木の日本柱としてですね、これから多分出ていく車両になるんじゃないかなと思いますので、はい、何か言い忘れたことはないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。もうなんかもうやりきった感がすごいですけど。いや、もう本当ですね、見ていただくとかなり質感も上がっておりますので、ね、はい、はい、シートとかもやっぱりちょっと変わってますので、こう見た目だけではなくて、中にこう座っていただいたりステアリングを握っていただいて見える世界というのをですね、感じていただけると、まあ、よりこの車の高級感というか、本当にただやんちゃなというわけではなくてですね、乗っていただく中で非常にご満足いただける、そんな一台になっているんじゃないかなと思いますので、まあ、どしどしお問い合わせと、まあ、ご来店いただいてですね、もうおそらくもうしばらくはショールームの中に、展示をさせていただくと思いますので、はい、まあ、フロントのこういうイルミネーション関係も含めてですね、ぜひご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日は長野からのご紹介でした。さよなら。